ハロ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 コンパニオンさん、久しぶりすぎてもう寂しかったです。ちょっともっとね、今後はコンスタントにやっていきましょうね。そうだよ、だいたいね、はい、俺とでしょ、ね、あの絡みがちょっとこう、はい、長くなっただけで、はい、君は10月は1本しか動画出してない、ね、1本しか上げてないでしょ、ね、分かってきそうだろう、はい、ね、俺の大切さが大切さ、ね、でもそもそも話したい話題があったら僕はバネさんに電話1本するんですけど、なかったもん今月、無理やりやってもしょうがないから。いや、俺たちは全然ね、いろいろ話してるもん、全然。でもボクシングの話題とか、ボクシングも、ね、もういや、ボクシング以外の話も、港区女子バカにしたり、あんまり、実に言うとあんまり興味ないですよ。僕見るけど、あんまり喋りたいなって思いがないんで。まあ、これはね、ファッションがなかったらやらない方がいいよ。大臣で、アゼルバイジャン大会があって。なんで、アゼルバイジャン大会。いや、知ってるでしょ、さすがに。その、はい、キラモフとを、鈴木一郎、あと、ムサエルと、武田、ああ、はい、はい、まあ、ちょっと、他、なんかよくわからん外国人の試合で、うん、ちょっとこの2試合だけ喋りたいなと思うんですけど、そもそも僕はアゼルバイジャン大会開かれるのかなって疑問も未だにあるんですけどね。アゼルバイジャン大会っていうの、これは、はい、違うよね。なんかこそういう大会、ランドマークなんですよ、違うの、そういう名前なの、俺、ネーミングまでそうだとは知らなかった。違うかも、だからそれを突っ込んでたんで、ランドマーク、すみません、セブン、うん、インそうだよ、インアゼルバイジャン。いや、でももうこれ、みんな、アゼルバイジャン大会で、アゼルバイジャン大会って、逆に言うと、ランドマークは何かも俺はもうよく分かんないですから、最近、まあ、トリガーとかも、何人それ、違いもよう分からなくなってきてる。いや、俺は、ケージなのか、はい、リングなのかで、はい、ランドマークはケージじゃん、はい、でしょ、で普通のライジンはリングやん、はい、俺はなんかそういう風に見てる。トリガーはトリガーケージ、ケージだっけ、俺もよく分からん、俺もよく分からん、スーパーライジンって何って話になるし。分かんない、よく分からんって言って、俺も分かってない、分かってないよ俺は。はい、で、今戦争中なんですよね、アゼルバイジャン、 うん、だからひろゆきさんとか絶対このライジンかアゼルバイジャンでやるの無理とか言って、で俺も絶対無理やなと思ったんですけど、いや別にアゼルバイジャンでやらなくたって、はい、そしたらこういう理由で日本でやりますって、はい、別にいいんじゃないの、でも買い取り工業らしいんだと無理ですよそれ、えアゼルバイジャンの側がもう買い取ってる今回の工業、でもその時は別にアゼルバイジャン国内じゃなくたって、買ったプロモーターがどこどこで、例えばじゃあ戦争になってない地でやることはできるんじゃない、直前でも無理でしょう。てか俺が選手だった、バネさん試合前怖かったっすか、試合前の恐怖心とかありました、めちゃめちゃあるよ、あ、マジっすか、すごい、バネさんないんかと思って、僕はもうビビりで、もう毎回怖かったんですけど、今回戦争の怖さもプラスされて。いや、俺はそういうのすごい、はい、特に最近のねハマスがさ、はい、ガザからイスラエルに入って、はい、フェスの普通に参加した人たちを撃ち殺したとか、はい、俺はねナイジェリアとかにいて普通に暴動が起こったり何なんだったりっていうのを俺はもう目の当たりにして見てるから、俺はもし俺が選手だったら、アゼルバイジャン今こんな感じだけれども、バレンさんにいくらいくら払います、どうか試合してくださいって言った時には俺は断る、そうですよね、俺は断る、怖いもんそんな、俺はね何億もらったところで、その俺は命に変えられるものは俺はないと思ってるし、そう試合より怖いよそんな、そんな巻き込まれて、俺はもうそういうのはもう分かる、すいません、試合は試合で無罪ってことやらされるんですよ、もうダブルの怖さがもう、無理無理、そう、なんなら別に俺、はい、それを断ったことで、じゃあ次ね、なんかちょっと土砂回りを少しさせられるとか言われても、はい、あ、じゃあ俺それでいいですって、はい、うん、やっぱり悪いけど、もう怖い、純粋に命があれば、はい、もう俺はマジでもうそれがもう生きていることがもうボロ儲けだと俺は思ってるから、そうですよね、多分の、うん、もうそれは俺はやらない、なんか300キロ先ぐらいらしいですよ、その会場の戦争行われてるの、いやもうだからもうさ、そういうのって俺はもう、うん、俺はね、はい、俺でも俺はお前は選手じゃねえだろって言われそうだけど、はい、俺ならごめんなさい、いけません、そう、アゼルバイジャンの人たちはそこにいるしかないから、はい、うん、それはそれでいいのかもしれない、でもメンタルやられるとも慣れてきてんのかな、家族に何かあったらどうしようとか、だって実際になんか言ってましたよね、ムサエルがなんか兵隊かなんかで、うん、まあね、なんか言ってた時期はありましたよね、ああ、そのライジの大会出てる時に、あ、そうなんだ、確かそんなのもあったと思うんですよ、いやもうね、ほんとね、やっぱ日本人ってね、ちょっと平和ボケしてる部分も俺あると思ってる、はいはい、うん、まあ
平和ボケって悪いことじゃないの、はい、いいことなの、はい、平和ボケできるって平和ってことだから、はい、うん、だけど今やっぱりさインターネットでいろんなこと、はい、まあ、はい、ハマスのことをね、はい、今、はい、しかもオンタイムで今出てくるから、嫌な気持ちになる戦争の話や、ね、いやマジで俺はこれで行ってバーンってなんかあって殺されました、なんか俺はぶっちゃけそれに対して俺はかわいそうとも思わん、もう そのだって それは、まあ、リスクがあるとか、もう、うん、そう俺はねちょっとそういうリスクは俺は俺はね、うん、俺は取れない、俺は格闘技いくら強いと関係ないじゃない、うん、関係ない、ピストル撃たれたりとかしたら関係ない、もう選手の気持ち考えたらマジ、うん、俺ならマジで嫌やけどなっていう、いやでもだから、はい、ちょっとまあ、どうなるのか、まあ、俺なんかちょっともういろいろひっくり返って、はい、じゃあそのいいや、講義を買ってくれたのはいいよ、はい、うん、別に今度その講義をまたそっちでやるから、はい、戦争がなくなった時に、はい、うん、今回はうちでやらせてとか別にありえるんじゃないの、そんなだってさ、ね、なんだろ こう戦争にもかかるそこでやらないといけない、そんな不条理な理由はないよ、そうすよね、うん、命かかってんの無理やと思うんすけどね、うん、まあ、でも今のところ行われる感じですけどね、ああそう、はい、もう結構直前11月頭なんで、まあでもまあまあアゼルバイジャンの選手たちにとってはちょうどいいんじゃない、俺も俺ケラモフは普通に勝つと思うし、はい、まあまだね俺トフィックムサエフ VS 武田の方がまだちょっと近いかなと思ってる、はい、あちょっとそれで どやっぱムサエフですか、その予想はムサエフ対武田君、あムサエフは親武田浩二はムサエフだけど、ケラモフ VS 鈴木千尋よりは近いと思う、うん、でもまあムサエフKO、 いや KO ではない、うん、がなんていうのかな、まあ、武田選手って俺ね一番彼いいなって思う、はいはい、いい時ってひたすらタックルに行ってる時だと俺は思ってる、そうですね、うんうん、でもね武田選手の試合いっぱい見てると、はい、うまくいってない時ってタックルにすらあんま入ってないんよちゃんと見てるっすね、うん、いや俺はもうそういうのもなんかすげえ、はいはい、しかも俺のスポンサーだったところが今、はい、浩司君のスポンサーでもあるから、はい、共立美容外科っていう、はい、はいはいはい、そうなのでまあまあちょっとそういう関連で俺知ってはいるんだけれども、はい、なんていうのかな、うん、だから俺ムサイフに対してやっぱりあえて体が強かったりとか、はい、基本的にその組んで、はい、倒せるか倒せないか分かんないみたいなのがよぎったときに、はい、彼はトライすらもしないのよ、いやいや、でも武田浩二ならいけると思うんですよ、僕それは、何よ、タックルには、いやいや、いや、行くと思うんだけれども、はいはい、なんか俺が思うに、ちょっと、いつ、その、調子がいいときよりは、はい、すげえ渋ってる感じがある、はいはい、俺は、はい、負けてる試合見るとね、はい、うん、で、大体そういう選手って、結構その、腰強かったりとか、まあなんていうのか誰だっけ、グスタボ、グスタボ、そうそうそう、遠いところでぶん殴られて、であの時も俺もうちょっとタックル、もうあんまりいけなかったんですよ、確かに確かに、そうそうそう、入ったら別にいいんじゃないのって俺は思ったんだけれども、はい、うん、なんだろう、まあね、ジョニー系戦とか素晴らしかったですけどね、うん、僕、うん、今までのライジンで一番あの試合感動したし、あれで僕大ファンだったんで、ああそう、だからあの戦い方ができたら可能性あるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、でも確かにタックル入れない可能性もあるんですよね、あんまり、うん、そうね、あんまりは、俺は逆に、まあ、ムサイフはやっぱ体強いし、はい、で、なんていうのかな、俺ね、ああいう、まあ、アゼルバイジャンってロシア、ロシア系のイメージですよね、はい、ああいうやつらの、はい、あいつらってなんかあいつらのレスリングってなんだろう、この普通のああいうこうカレッジレスリングとかオリンピックレスリングじゃなくて、なんだろう、俺はね彼らのレスリングって MMA に特化したレスリングだと思ってるんだよ、うん、でどういうレスリングかっていうと、例えばぬるま湯もそうなんだけど、この相手を張り付けるとか、うん、で俺だいたいこういう例えば張り付けるとかっていう行動って、俺は技術よりも俺は実は力が必要だと思ってる、うん、なので基本的にああいうロシア系統のやつらは俺のイメージは力が半端じゃなく強いっていうイメージが俺はある、はい、うんうん、強いでしょうね、そう、はい、でじゃあそういう相手に対抗できるとしたら、はい、スピードなら
なんか可能性はあるかなと思う、はいはい、でも俺はあんまり武田選手そこまでスピードの選手だと俺は思ってないの、うん、だから、うん、そうなった時に結局またなんかこううまくタックルとか入れずに、まあ KO はされないと思うけど、僕されると思っちゃうんすけどね。ああそう、武蔵そんな打撃うまいか。めっちゃ強いっすよ。ジョニー・キエス戦とか見ました。めっちゃ、まああれもでもそのシャープな感じじゃないかもしれんけど、うん、めっちゃ速いっすよ。速いし、パンチ力半端で、アキラ戦とかも、アキラに関しても見ました、アキラ対ムサイ。いや、見てない。だから俺は、その、でもジョニー・ケースだっけ、はい、うん、俺はなんか、その、うまいっていうか、その一発の振りが速いっていうイメージはある。いや、めっちゃうまいっすよ。ああ、そう。だって、ピットブル兄弟にも勝ってるでしょ、ライジン。それで優勝してるパトリッキーに。パトリッキーの。リッキーに。もうダウン奪ったりしてるし、いや、めっちゃ、僕はあのジョニー・ケースとタイソンが対戦する大晦日で、した時にタイソン側についてちょっと分析したんですよ、ジョニー・ケースを、はいはい、で、ジョニー・ケースとムサイ・ウセを見たらマジ強いなと思って、俺はもう、はい、単純にムサイフやケラモフの試合見た時にはいつも思うのが、はい、まあなんつうその打撃が上手い下手とかっていうよりも、はいはい、単純に体がマジで強いなって、強い強い、結局その体の強さで、はい、なんだろう、こう持っていってる、まあ感じの俺は打撃だと思うから、その例えばじゃあ朝倉選手のような、はい、そういうこううまい、はい、うまさとかそういうのを感じるかって言われるとちょっと違う、はいはいはい、でも根本的に骨が強いとか、いや強いですね、体が強いとか、はい、だからもちろん当たったら効くよ、はい、ああいうパンチは、はい、うん、でもなんだろう、こうそこまでうまいのかってなるとね、まあ、ケラもそうですけどね、うん、俺は、うん、そうじゃないと思って、体の強さが一番ですよね。で多分武田選手多分そこ打たれ強いんじゃないかな、そこそこ、いや打たれ強いです、あのね結局倒れない、あの倒れてもすぐ立ち上がるし、うん、はい、なのでやっぱり俺は判定になるんじゃないかなと思うけどね。でも単純にホームの強さってかなりあると思うんですよ、アゼルバイジャンのね、うん、オリンピックとかもやっぱり開催国ってめちゃくちゃ金メダル、実際にそうじゃないですか、実際に今までの統計見ると、はいはい、そうじゃないですか、開催国がね、うん、でいつも日本でライジングやってたけど、うん、今回相手の地元でやるって、うん、それがだいぶマイナスなポイントも、うん、それはめちゃめちゃあると、はい、そういうのも含めて俺は特に戦争やってるかもしんねえなんてやったら、ね、夜でもし近くでボーンと聞こえようもんならね、わかる、絶対やる、帰る、絶対俺です、軽量の次の日が試合で近くでボーンとか聞こえたらもう試合どころじゃないだろう、帰る、俺はもうかわいそう選手そうっすよね、でもあの大晦日にこの前あの武田選手がロシア系ってやったじゃないですか、ヌルマコの、はいはい、まああれぐらいじゃないかなと思って、ムサイフの強さ、あれも強かったけど、めちゃくちゃ見ました、その試合ダウン奪われて瀕死のとこでなんとか立ち上がって、うんうん、でも最後は結構優勢だったんですよ、タックルに行きまくって、俺ね、いや、ちゃんと見たかって言われたら見てない、はい、俺が本当に一番しっかり見たのは俺はまあグスタボと、はい、まああとちょっと数試合、はい、ちょっとね、自分のスポンサー絡みで、はいはい、こうなった時にちょっと見てみようかなと思って俺見たんだけど、どうまあ分からん、俺はマジぶっちゃけ話を言うと、そのアゼルバイジャンの選手たちも、はいはい、MMA 選手にしての打撃が、はい、その何だろう、まあ打撃もグラップリングも、はい、すげえレベルなのかっていうと、はい、俺はちょっと俺は違うと思ってる、はい、例えばね、はい、すげえ元も子もない意見だけど、はい、例えばじゃあ堀口教授がね、はい、あの階級にいたら、はい、普通に堀口教授の方が強いと思う、あーそうでしょうね、うん、強いと思う、要はそのなんて言うんだろうな、なんだろう、なんかね、一個のとんでもない強力な武器、はいはい、が多分彼らの場合は体の強さ、はい、サトシとクレベルは柔術、はいはい、うん、俺は MMA って本来はそれ勝っていいものじゃないと思ってる、はいはいはい、俺は、うん、なのでスーパーレベル高い人たちなのかっていうと、俺はやっぱり UFC とか見てるとちょっとちゃうんじゃないかなって思う。でもあのグラウンド分かんなくないですか、ムサイフがどれくらいできるかって。まあね、だって、うん、いつもだってそこに、はい、でもできるはずですよ、ケラモフと練習できてんの、ね、ケラモフってあのタックルも強いし、うん、あの組の決めもめっちゃあるから、うん、それと多分互角にそういうなんかこう、はい、映像はないの、
あ、まあ、あのサトシに決められてるぐらいです。あキャラもフワでもムサイフよりちょっと軽いよね。軽いです。でも多分ムサイフの方が強いんじゃないですか、体重の差もある分、うんうん、だからまた全貌は分からんけど寝技が弱いわけはないと思うんですよね、うんうん、寝技の部分見たことないけどほとんど大体だってさ、力強いやつって寝技強いじゃん。まあそうっすよね。もう そこじゃん、ね、あのみんな力いらんとか言うけど、はい、力強いってそうもう組においてはもう最強だよ。フィジカルだと寝技下になって立てるかどうかって俺フィジカルと思うんですよね、うんうん、パワーがないと無理できないよね、はい、うん、その辺もできると思うし、やっぱ厳しい試合になると思うけど、でもジョニー・キエス戦みたいに僕はもうタックひたすら行きまくって、うん、最大の武器はスタミナのはずなんで、うん、武田選手の、うんうん、ドル試合に持ち込めればもしくはなと思うけど、最終的には僕 KO 負け予想です。いやめっちゃ応援してる、めっちゃ好きなんですけど。じゃあまあ OK、 じゃあ KO 負けね、はい、俺は判定勝ち、無財布の僕2ラウンド、うん、あマジで、はい、KO しちゃうと思います。何で KO すんの。パンチで、アキラ戦のパンチとかもやばいもん、見てて早いし蹴りもできるし、はいはいはい、まあでもぶっちゃけトラタックルにガンガン入れば、はい、そのパンチすらもかわせるいい、その流れを作れると思うんだよ、はいはい、うん、だからそれをやればもちろん武田選手は勝つ可能性上がるし、はい、そもそも KO されないと思うわ、はい、打ち合ったらやばいですよね、うん、確かにタックル入るやつにパンチ当てるのかなり難しいですからね、うん、付き合ってくれなかったら、うん、無理になるよ、はい、うん、そうなんだよな。だったら感動するような、マジで。もうそれにしてもなんでな強いやつとばっかりやってんの武田浩司、いくらなんでも。でも、はい、あの階級ってさ、ぶっちゃけ俺思うに、はい、ボクシングだったら、はい、ウェルター級が最強階級なわけよ、はい、ね、ここでそのなんかかませとやるってないのよ、まあ、海外から連れてきて。確かにレベルが高いですよね。で俺ね、うん、ボクシングのウェルター級が MMA のライト級だと思ってる。はいはいはい、うん、だいたいライト級のチャンピオンがあのパウンドファーパウンド1位とか。確かにそうかも、1番かも。1番だから、なんでかっていうと、なんでボクシングがウェルター級が1番かっていうと、男のサイズあるんじゃん、はい、が一番多いのがボクシングだとウェルター級なんだ。なるほど。多分 MMA になるとこのウェルター級のやつらがもっと筋肉つけて出るから、ちょうどライト級ぐらいになる、なるんじゃないかなって俺は思ってて。確かにマジで英語ってそんな気がする。70ぐらい、うん、だからそうなってくると、もうその強いやつばっかりやってるじゃなくて、はい、もうそういう、確かに、階級なんだと思う。だってフライとかやっぱまだレベル低いやつもいますもん。うんうんうん、うん、そう、バンタムとかもそうだし。だからやっぱりもう、確かに、そういうところで、あの武田くんは勝っていかないといけないから、まあもう仕方がないと思う。うん、そう、頑張ってほしいけど、うん、ね、だからやっぱりさ、だって俺本当思うけど、まあさ、パトリッキーにそれは勝ったかもしんねえけど、はい、俺ベラトールとかも見てても、別に俺ベラトールのもっと強いやついるもん。まあね、実際負けてますからね。そう、ムサイフやケラモフ含めて。なので、まあそのなんて言うんだろう、まだ残念ながら、はい、そのレベルにはないと思ってる、はいはい、でも一個を超えなきゃいけない壁やん、はい、うん、これはね、うん、そうね。でもで、まあ、じゃあ今度はケラムと言ったら鈴木でしょ。ちょっとそれ、はい、これはでも満場一致になっちゃう。こっちは多分もうあんまり話すこともねえぞ俺、はい、俺俺普通に鈴木選手の、まあでもいろんなパターン考えられんな、KO 負けもありえるし普通にグラウンドで締められる可能性も俺あると思ってる。なんかバックチョークみたいな感じも、はい、俺全然あると思うし、僕はもう万に一つの可能性もないと思います。ない、はい、本当すみません、鈴木千尋にかなり失礼ですけど、もうケラモフが絶対勝つと思う、これは、うん、これはね、俺その結構俺ね、鈴木選手舐めてるわけじゃなくて、パトリッシオに勝ったじゃん、はい、あれはね、やっぱりまあよしって言って、はい、踏ん切りつけて、はい、もういきなり出ていったじゃん、はい、まずあれが良かったこと、はい、と、もう一個は何よりもあの二人には距離の差があったって、はい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 、俺は思ってる。身長ね、あれがマジでかかったと思ってて、小さいですもんね。そうそう、で、多分パトリッキーはもうちょいデリケートに戦うべきだったと思うんだよ。パトリッシオです。ああ、ごめん、パトリッシオ、ね、俺も分からないんだけど、パトリッシオはもうちょいデリケートに戦うべきだったと思うんだよ、はい、そのブン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 振られたのを、はい、まあ多分応戦できるって思って舐めたんだと思うんだけど、でも、はい、本当なら別にあれちょっと固めて回るとか、はい、ね、別になんかこうもうちょい相手のエネルギーがダウンしてから勝負してれば、ね、はい、別に普通に勝ったと思う。いや、そう思うんですよ、はい、でも今回なんかそういうものがケラモフにはちょっと通用しないと。ケラモフって格闘は IQ 高いと思いません、ね、
なんかいつも冷静やし、そんなバカなことしないんですよね。だから朝倉未来さんも一切打撃も付き合わずにいきなりテイクダウン行って、多分今回も同じようなことすると思うんですよ。まあだからあれは俺思うに、ケラム振るのは打撃付き合わずにというよりは、あの本当は多分朝倉選手はもっと蹴りたかったんだと、はい、いろいろね、はい、でもあのこうなんていう、狙うぞ狙うぞみたいな、はい、やっぱりそのフェイント、うん、そのフェイントで、あのそれをさせなかったんだと思うんだよね。本当はもうちょっとこう入った瞬間にカウント当てたりとか、はい、朝倉選手はいろいろやりたかったことは俺あると思うんだけど、はい、多分そういうタイミングも全てやっぱずらしたというか、あと距離感がいいですよね、うん、遠いから、だから確かにパトリシオは近かった、その距離にいないと思うんですよね。そうそう、そのね、でもまあパトリシオはさ、打撃でなんかなるとあの距離に行かざるを得ないとは思うんだよ、はいはい、でもいつもはなんかもうちょいパトリシオの戦い方って、はい、ここでスタートして、はい、ババババババス、はい、ババババババス、はい、みたいな感じで戦うのに、はいはい、鈴木千尋がバーンって前に出ていったもんだから、はい、ずっとここにいるんだよ、はい、でここで打ち合ってパタッと倒れたけど、はい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 、本当ならもうちょいなんかこう、そうですよね、うん、横に回って横に回るとか、はいはいはい、別に普通に戦えば俺は勝ったんじゃないかなと思うので、はい、それが多分ケラモフにはできないと思う。多分打撃すらもう、まあ、鈴木選手はね、うん、打撃専門の選手だけど、はい、ああ俺はケラモフの方が強いんじゃないかなと思ってる。打撃ですか？打撃も、うん、実は、まあ、俺はそんな差はないと思う。ああそう、俺は打撃すらも、うん、だってあのサンダの打撃って見づれえもん。確かに、なんかあの、ね、うん、こうちょこそのしかも打撃っていうのがちょっと間違いないでほしいのは、シュートボクシングでやったら絶対鈴木チロンが強い、はいはい、でも、はい、MMA における打撃では、あ、なるほど、そういうことですね、はいはいはい、俺はケラモフの方が確かに強いと思ってる。ケラモフは鈴木千尋のパンチと蹴りだけ警戒してたらいいけど、うん、鈴木千尋はパンチと蹴りとタックルも、ね、全部じゃん。そういうことであったらよりパンチをもらえますしね、うん、タックル意識してでね、ケラモフの場合ってさ、しかもタックルだけって言うけど、はい、そのなんかさ、もうケラモフのタックルってなんかそんなに、まあまあそのなんだろう、こう足にガーとかっていうよりは、はい、蹴ってきたもん、なんかどっか掴めばいい。そうですね、まずは味方とかじゃない、そうどっか掴めばいいみたいな組み方してくるじゃん、はい、ね、あとは自分の体の力で持ってか、はいはい、だからそうなって、そんな相手さ、やっぱりデリケートになるじゃん、そ、はい、そうですよね、そうですよね、だから確かにそうなってくると鈴木選手が自分の距離で、はい、そもそも打撃を打てないと思うんだよ、はいはいはい、うん、もうビビっちゃって、いやでもそこは、うん、あの言い方悪いけどバカなんでいけると思う、俺鈴木千尋は。 ある意味そういうそのマイナスなこと俺考えないと思うんです。いやでも それでいけるんだったら、はい、まあ、まだもしかしたらちょっと可能性、まあまあないと思うけど、それもないな僕は単純に1ラウンドテイクダウンされてパウンドとかで相当大ダメージを負うと思うんです。で2ラウンドでやられると思う。いやでももうパあの絶対ケラモフにとってパウンド、そのだってマウント取られるでしょ、はい、あのパウンドされた瞬間にそこで終わるから、まあぐらいですね、絶対絶対その後って多分無理、あのあそこまでフィジカルの力の差があったら上に乗られたら終わるよ、はい、うん、よっぽどその分かんないけど、その柔術でひっくり返すのがうまいとかじゃないときついだろ、はい、でもひっくり返すのめっちゃうまいですけど、僕一回練習したことあるんですけど。あ、そうなんだ、はい、バネがすごい、なんかごめん、そういうイメージはなかった、ごめん、俺なんかバネはすごかったですよ。じゃあそんな風になっても別になんかこう、いやでもケラモフのフィジカルすごいと思って、単純に鈴木千尋は体重が軽すぎるんですよ、通常体重が何キロ70ぐらいしかないんですって。まあバネさん減量しないんで分かんないかもしれないですけど、何キロ、それは軽いって。で66でやってる、66、はい、で本人が言ってましたけど、やっぱせめて72、3はないと、だってケラモフはもっとあると思うんですよ。大体66キロで試合する選手って普段何キロあるの？75近いんじゃないですか。やっぱりまあ10キロぐらい、まあ8キロは増やす、なんかあった方がいいと思うんですけどね。じゃあ、まあ、まあやりすぎも良くないけど、ボクシングと一緒だね。なんか通常体重が多分違いすぎるから、当日相当な差あると思う俺は。なんでちなみに66キロ出てんの？じゃあ逆に鈴木選手はなんでなんでしょう。だって本来ならバンタム級でもいいわけじゃん。僕それもしたら見たこと言ったことあるんですけどね、なんて言われてバンタム級で61キロか、はい、だかそうなってくると、まあじゃあ9キロの減量、はい、まあ、9キロは多すぎるやろ、難しいよね。いや70から9キロ落とすのは結構きつい気がするけど、うん、僕は最後75、6で10キロぐらい落として調子良かったけど、うん、まあでも10キロが限界でした僕の中で。これ以上落とせるけど、まあ、コンディションね、フェザー級でも1回慣れたら逆に俺は、はい、今からバンタム級はきついと思う。まあね、やっぱり通常体重が多分これから増えてくると思う、自然に筋肉ついて、うんうんうん、なんかまあ今フェザーでいいんでしょうけど、まあまたでも出来上がってないと、本人のフェザーの
完全な体に、ね、現状ちょっとまだ厳しいから、まあ、まあでもじゃあまあここはでもまあじゃあもう1、1ラウンドで終わりですか。うん、俺は1ラウンドで、KO か、まあまあでも元の KO かパウンドか締められるかもう、俺はもう一応絞ってください、一応絞ってください。ねパウンド、まあ、全然パウンド強いもん、朝倉戦見たらパウンド、うん、僕は1ラウンド目にテイクダウンされてパウンドとかでボコボコされて大ダメージを負って2ラウンド目にもう一回テイクダウンされて後ろ向いた時にバックチョークで、オッケー、オッケー、めっちゃありそうだよ、かなりかなりめっちゃありそうだよ、かなりな瀕死の状態やけど1ラウンドなんていうかゴングに救われてね、2ラウンド、いやでもかなり、かなり詳細だな。僕いつもこういう感じで言うんですよ。おーおー、すげえすげえすげえ、オッケーオッケー。ちなみに僕1位ですから、いまだにあの今年の YouTuber で MMA 語ってるやつで、いいよな、支援数も一番多いですよ、僕語ってるの。やっぱそれってでもやっぱ大事だと思った、やっぱり当てるって、はい、でも当てに行きたい、ちゃんと説得力がやっぱりね、俺もやっぱ俺、特に俺ね、でかい試合外すんだよ、はい、で、ほんでね、俺全く関係ない MMA だとか、はい、キックとかそういうのは俺結構あったりするんだよねその、何なんだろう、最近言われてる、考えすぎなんだよそうかもしれないですね、まあね、OKOK、まあまあ、じゃあまたちょっと試合終わったらじゃあ答え合わせしてみようよ。そうですね、やりましょう。いいよ、はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。